はいおはようございます。遠藤です4月19日、朝会よろしくお願いします。ということで、ドル円127円台、今、上ってきましたね。まあ、アメリカ、長期金利上昇ということなんですけど、まあ、2年債金利の方は上がったんですけど、今、ちょっと前日と変わらず水準ぐらいまで低下してきているという感じになってますね。 で、えー、っと10年歳の利回りはちょっとー高値圏2.857%ということで、えー、長短金利差がやっぱり拡大少し拡大気味という感じですね。まああのー、2年歳3年歳5年歳と10年歳は10年歳の方が、えー、上なんで。 長短、えー、金利差逆転ないんですが 7, 7年歳と10年歳がほぼ同じぐらいということで以前に比べるとやっぱり長めの10年とか20年とか30年の長めの金利の方が上昇してきているという傾向が続いてますね。まあ、これ全体的に金利利水準は上上昇してるんですが、まあ、利上げがげ、あのー 積極的にやはり行われるだろうということでまあそれを受け,た受けての動きという感じですね。と今週はあの20日に20年歳の入札21日に5年物価連動祭の入札があるんでまあそれぞれちょっと 入札の時は金利が動く可能性もあるんでちょっとあの注意しなきゃいけないかもしれないですね。あとセントルイス連銀のブラード総裁が、えー、米国のインフレ率はあまりにも高すぎるということでインフレを抑制しなければならないということで政策金利を年内に3.5%まで引き上げると いう見方を示したということで、相変わらず、多可派的な発言をしている、まあ、ここら辺も影響をしたのかもしれないですね。あとは、昨日発表された、えっ、ー、と、こちらですね、えっ、ー、と、全米、えっ、ー、と、お 住宅市場指数ですね NAHB ということで住宅協会が発表した、えー、住宅指数っていうのが77ということで。 まああの前月より低下したということでこれ見ていただいてお分かりいただけるように2021年の4月頃83だった指数が徐々に落ちていって現状今77ということでかなり最近は え、低下してきているということなんですが、これが、ま、50を境に、物価、あの、住宅指数がいいか悪いかっていうことを示してるんで、ま、ある意味、まだ住宅市場っていうのは、えっ、ー、と、強いなというところなんですが、やはり、これは7か月ぶりの低水準ということで、住宅金、ローン金利が、ね、上昇していることと、お、まあ えー、住宅の、まあ、個数というか在庫が少なくなってて、えー、価格が上がってきちゃってるっていうことが、あのー、住宅の減速っていうことにつながってると思います今日に関して言うと住宅関連の支援指標が出ますので、えー、建設許可件数あと住宅着工件数、まあ、これはカナダなんですがアメリカも住宅着工件数なんかは出ますまああのー 許可件数の方が先行指標になるということで、ここが注目されるんですが、まあ、えっと、ここら辺、まあ、検、許可されても建設されないっていうケースもありますので、えっと、まあ、ここら辺の住宅指標が、えー、注目されるところかなと思います。あの、住宅ってやっぱりでかいんで、 住宅価格、住宅が売れなくなると、まあ一つ、あの経済が減速する材料にもなりますので、そこらへんを含めて、ちょっと住宅の動きっていうのは、見とく必要があるのかなと。やっぱり一番ね、金利の上昇とかに一番あの影響を受けるんで、過去最低だったんですよね、ここ2年ぐらいの住宅ローン金利っていうのは。まああの 30年歳プラス大体2%ぐらいの住宅ローン金利なんであの2%強ですよねあのそれで金利が非常に下がってたっていうこともあるんであのそこら辺が影響を与えたえっ、ー、と住宅良かったんですがまあその後は悪くなってきてるかなという感じですねあと昨日中国の経済指標が発表されたんですがまあこれあの GDP が割と良かった。4.4%の予想に対して4.8%ということで、意外に良かったなというところですよね。意外、あのー、最近、えー、中国ロックダウンしてるんで、上海とかが、まあ、それで悪くなるんじゃないかっていう予想もあったんですけど、あのー、予想外に良かったというところですね。えっと、あとは、ただ、えっと 小売、えっと、売上高がマイナス3.5%ということで予想の1.6%より悪かったということでここら辺はやっぱりロックダウンとかの影響があるかなと、えっと、あと、鉱工業生産も予想より良かったということで意外にその、うん、ロックダウンして小売なんかはだめなんですけど、えっと、生産とかは引き続きあの予想より良かったと。 いうところですねあとはやっぱり中国預金準備率引き下げたんで今後あの金利自体を引き下げていくか金融緩和を行うかどうかまあそこら辺が注目材料になってきますよね中国のやっぱり景気の減速って非常に世界経済にも影響を与えますので、えー、この動き見とかなきゃいけないかなというところかと思いますあとはそうですねえっと 昨日の株価指数なんですがえっと。 SP500-0.02、まあ SP 500ダウ -0.1、インナスダック -0.14、ラッセル -0.74 ということなんですが、割と乱高下した、乱高下っていうか、あの、行ったり来たりしてましたよね。ただ、引けにかけては、えっと、ほぼほぼ、前日と変わらずという水準でえ終了したというところですかね。モーストアクティブのところを見ておきましょうか。 えっとはいであのー、株価指数なんです株価なんですがちょっとお待ちください ちょっとやっぱり金利の上昇っていうのがね、あのー、株式市場に足かせになってるってことは、えー、引き続き、まああのー、それはそれであるんですが、まあ、ツイッターあたり7.4%の上昇ということですね、まあ、ツイッター、これ、あのー、イーロン・マスクさんの買収提案に対して、買収価格があ安すぎるということで、えー、防衛策としてポイズンビル。 の情報を導入発表したということで、まあこれは誰かがこう、うん、たくさん買い入れると。 自動的に株価を発行して、その買った人の持ち株の比率を引き下げるっていう兆況ですよね。まあ、それを受け,受けて、まあ、今後、買収価格が上昇するんじゃないかっていう思惑なんですかね。7.48%と上昇しましたね。あと DD、まあ、DD まデ d は米国市場から撤退するんではないかということで、まあ、そこら辺の思惑ですよね。えー、とそこら辺があの 5月23日に開く臨時利株主総会で、えー、米国上場廃止計画について話すということで、まあ、ここら辺が嫌気された。あと、バンコムアメリカ3.4%上昇ということで、えっ、ー、と、これ、バンカメ、あのー、決算発表を やったんですが、第一四半期の利益が13%減少した、ただ、えー、と c g 事業が好調だったんで、えー、割と低迷が緩和されたということで、あまり大きな減益にならなかったということなんで、むしろ上昇してしまったということですね、3.4%の上昇ですね。あと、アドバンスマイクロドデバイスなんかも0.89%の上昇、アップル0.1%の下落、NVIDIA 2.47%の上昇ですよね、まあ、そこら辺ですかね。はい。えっ、ー、と、そんな感じになってます。あと、じゃあ、えー、各市場を見ていきたいと思うんですが。 ドル円、えー、と127円に乗っけましたね、まあ、やっぱり昨日あのー、黒田さんとか、えーまあ、財務省、鈴木財務省なんかも、けん制発言して、黒田さん、あのー、初めて、えー、円安に対してけん制発言したんですけど、まあ、それで126円の20付近まで下落したんですが、やっぱり、あのー、大きく。 落ちなかったとということで、まあ、最近50銭から60銭ぐらいですかねそういうので押し目があってもで必ず上がっていくっていうパターンでまだまだじわじわ上昇してきますよね高値買う,買うとちょっとこういう下げに耐えられないんでやっぱり今のところドル円やるのであれば押し目で買ってくっていうところしかないかなという感じはするんですよねでどこまでかっていうのはちょっと何とも言えないんですけど 130円という節目はちょっと、ね、なかなかすぐに超える感じでもないと思うんですが、まあ、ドル高の流れが続いていることは確か。で、今日のデイリーピポット126円の75ということで、まあ、上が127円の26ということで、まあ、えこの2530あたりと、次ここを超えると50あたりということで、まあ、126円75ぐらいから50ぐらいのレンジで推移するのではないかなと。 いうイメージですかね。まあドルインデックスも非常に、えー、直近で一番高いレベルまで上昇してきてる。まあユーロも下落してますよね。全体的にこうドル高円まあ。 ここまでやっぱり円売り、円安の流れだったんですが、どちらかというと、先週ぐらいからの動きは、ドル高というふうな動きですよね。ですから、まあ、ロ円も上がってますけど、それほど、えっと、大きな上れじゃなが、がえっと、上昇ではないという、昨日137円、丸3ぐらいまであったので、ちょっと137円は超えてきましたけど、えー、まあ、じわり上昇かなという、そんな感じですよね。まあ、それほど大きく上昇はしてないということです。 はいえっと、あと日経平均、今、先物が2万6980円ぐらいですね、気配、きのは、えっと、2万6600円割れぐらいまで下落したんですが、えっと、そうですね、えっと、株価に関しては、アメリカの株に、まあえっと、連動しているという感じなんですが、決算発表、ね、日本も、えっと、来週ぐらいから本格,してく本格化していくんで、 でえー、っとちょっとまだ2万6000円を終わって、えー、株価の下落が進むほど、あのー、今のところそれほど株式市場悪い材料ではないもちろん金利の上昇というのは好ましくはないんですがかといってこの2万7000円から400円のゾーンですねここなかなか超えられないでいます、えー、っと直近こんな感じになってますよね、えー、っとだから2万7000この300円から400円のゾーンを抜けなければ 2万7000円を挟んで、やっぱり2万6000円前半からの動きが続いているということですね、まあ、ここ抜けてくれると、2万7800円ぐらいまでいくんじゃないかなというふうに見てるんですけど、まあ、最近、株価と為替の連動性、えー、あまりないんで、あのここら辺はちょっと別,々別物として見ていった方がいいかなというふうに思います。 えっと、欧州市場、昨日までお休みだったんですが、今日から、えっ、ー、と、欧州税も出てきますので、えー、あとは、えー、用事発言ですね。引き続きね、用事発言とかにも注意ということで、えー、そこら辺を見ながらですかね。あと、 やっぱりドル円、この上50銭刻みずつでノックアウトですね、127円もあったと思うんですが、118円ぐらいから125円まで上がったときと同じように、オプション絡みのノックアウトあるんで、50銭刻みで130円ぐらいまではあるかと思われるんで、それをつけに行く動きっていうのは、今後もあるかなというふうに思います。はいえーということで、この動画よければいいねボタンと、チャンネル登録まだのことが いらっしゃればぜひお願いしますということで皆さん今日も頑張りましょう